はい、では再開します。ポケモンです。もうチャンピオンロード、これ抜けたのかな。おお、それっぽくなってきた、それっぽくなってきた。なぜこの迷路をここに作った。すんごい迷路になっている。なぜ作ったこの迷路を。なぜこんな変なところでし、変な邪魔をする。これでいいのかな。これでいいですね。突然敵が出てきたら怖いのよ。行ってるけどいいの。わー、来た建物。ん、お店とか。あ、回復させてくれる。オースミレオンチャンピオン。ポケモンリーグ四天王は4人続けて勝負するルールだ。負けたら1人目からやり直しになるぞ。マジか、これが最後だ。頑張れよ。そうなんや、これが最後やってよ。よーし、お願いします。さあ四天王とのバトルになる。どう、まあ大丈夫やろ。4人連続とは言ってもアイテム使えないとは言ってませんからね。だからとりあえずアイテムを預ける。コインケース、ポケモンの笛、いらないものは全部預ける。ダウジングマシン、不思議な飴使っておくかな。間違えた、不思議な飴使っときますかね。エフェクトガードは今一応持っていこうか。ここで不思議な飴を全部使って、おお店もある。ここでまだハイパーボール売ってんねや。回復の薬、満タンの薬、ゴールドスプレーちょっと買っとこうか。もうでももういらんちゃいらんような気もしますけど、とりあえず回復の薬、回復と満タンの薬がどう違うのかがわからないんですけど、一応買っといて。お金大量にあるな。ハイパーボールいらんけど、まあ買っといて。いらんすよね、もう多分雑魚はもうないんじゃないかなと思ってるんですけど。この先は四天王と一人ずつ戦うの。もし勝てたらドアが開いて奥の部屋に進める。よし、なるほど、 OK。 さあ確認しておこう。まず前に出すのはここじゃない、地区じゃない。鳩を出して最初先方鳩出して様子見るっていうのもありなんですけど、どうしよう、対応しやすいやつっていう意味でちょっとワンさんで行こうかなと思います。もしくはキクで行こうか。キクで出して次属性のやつに交代していく感じで、キクで一発目受けるって感じで行きましょうかね。で不思議な飴をキクに入れましょう。はい、60、素早さがめちゃくちゃ強くなってきた。はい、61、 OK、 攻撃150。よっしゃー、来いやー、ポケモンリーグへようこそ。私が四天王のカンナ。氷ポケモン使わせたら右に出るものはいないわ。相手を凍らせるってとっても強力よ。だって凍っちゃったらあんたのポケモン全然動けないんだから。あー、じゃあ覚悟はいいかしら。なるほど、来いや。うわ、もうビジュアルも違うね。カンナ5匹、ジュゴン、こいつ氷ポケモンやったんや。レベル高えわ、レベルが高い。しかしまあここはいただいたんじゃない。54っすね。まあでも属性さえ対応してればなんとかなると思いますよ。パルシェン大丈夫や。キクで打ち込もうか。四天王ここに来てまだそういうことやってくんの、バカなの。負けるわけない、こんな属性偏ったことやってたら。ほら、よし、来い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 。ヤドランね、くるれ。よし、ケイ、ルージュラ、知らんな、知らんな、なんじゃこれ。
なんちゅう声やねんおい。ルーズラーレベル高け。これどこがこれの氷ポケモンやねん。どっちかやったら南国強いのしかかり、南国感の方がありますけどね。よし、な、何の進化やろこれ。ルーズラーラプラス、はい、オッケーです。ここはほぼ無傷で切り抜けましたね。いい傷薬、そんなもんでは無理ですよと。ただ帰れないことを考えると、うん、まあその PP 的には消費していってるんで、なんてやつなの。 OK、 少しはできるみたいね。分かった、次の部屋に進むといいわ。ポケモンリーグ真のパワーはまだまだこんなもんじゃないわよ。なんとなく分かってます、それは。岩ですね。交代しましょう。もう岩で来るやろうっていうのは予想つくんで、見た目通り。あれ、俺は四天王の芝先生。人もポケモンも戦い鍛えればどこまでも強くなる。俺はそんな鍛え抜かれたポケモンと共に生きてきた。そしてこれからもな。勇者と言ったな、俺たちのスーパーパワーを受けてみるがいい。うは、怪力系ポケモンと土、うわかっこいい、すごいかっこいいやん芝。うん、でも予想通りすぎた。そしてレベルもだいたいこんなもん。よし、カメックのレベル上げさせてもらおうぜ。波乗り、ナイス、オッケー。エビワラですね。うん、エビワラ、蹴りのやつかな、違う、パンチかな。キックを出しましょう。パンチですね。よし、どう見ていいかわからんやつ。なるかみ、一撃では多分倒せないと思いますが、おう、ナイス。さあ次、キクがレベルアップ。沢村、ここもこれ蹴りですね。ズゴックね、メガトンキックを食らう。あー、なかなかのダメージ。しかしだ、オッケー、大丈夫よ。岩枠を繰り出そうとしている。はい、変えます。カメック投入、キクマル、もういい、戻れ。そしてカメックが波乗りぶち込みに。レベル差は5、もうこっちが格下ですけれども、なんとかしてくる。よし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 、にやり。怪力、あ、怪力やっぱいたんや、怪力。うーわ、すごいやん。千手観音状態4本ですけど、これはあれやんか、天津飯や。怪力やっぱいたんや、ゴーリキーの上や。偶然怪力って言ってましたよね。あー惜しい、倒せる。でもまあ強いけど、んー、恥ずかしめ与えてやろうか、猫に小判で倒す。よし、芝を撃破。どうしたことだ、俺が負けるとは。124円拾った。負けちまったら俺の出番は終わりだ。クソ、次に行ってくれ。センキュー。ちょっと回復しましょう。回復、回復の薬使ってみようか。 PP まで回復するってわけじゃないのかな、違うのかな、なんか状態異常ごと回復する感じなのかもしれないですね。お墓か。ここはちょっとピンチかもしれないですね。キックで強引に突破するしかないかもしれないですね。四天王のキック子、あんた大木戸のジジイに可愛がられてんだって。ジジイ昔は強くていい男だった、今じゃ見る影もないがね。ポケモン図鑑作ってるようじゃダメだ、ポケモンは戦わせるものさ。勇者、あんたにも本当の戦いってものを教えてやる。ゴーストあたりは使ってくるでしょう。あとはサイコキネシスで来るかな。おお、もうなんかもろ悠々白書ですけどね。ゲンガー、なんじゃこれ、ドッペルゲンガーのゲンガー、ゴーストの次か。ちょっとかわいいな。なるかみ、
いや、ここもちょっとキクに頑張ってもらいますね。苦しいのはもう分かってますんで、夢食い苦しいのはもう完全に分かってる。ここはキクの底力でなんとか突破する。ゴルバット大丈夫です。これは大丈夫です。ゴルバットはワンパンでしょう。微妙に平均レベルが上がってるな。56になってますもんね。ゴースト、この辺を耐え切りたい。なるかみ、よいしょ。催眠術よかった、かわした。確実に確実にここは倒していきます。アーボック問題なし、これは問題なし。怖いのはやっぱその催眠術とか混乱とかそういうことさせてくるやつが本当に怖いんで。10万ボルト与えて OK、 よし。さあラスト、レベル上がった。ゲンガーで、最後はゲンガーできますか。なるかみ、当たらず。あー、食らったもんだ。これが嫌だったんです。いやー、こうなるとつらい。毒毒を食らう、ボコボコにされているぞ。これで回復の薬を使ってみようか。毒も回復、よし、したした、やっぱり予想通り。しかし毒毒、これでも混乱は、あー、治ってないな。いや、頑張ってもらいます。ここは頑張ってもらう。結構食らうな。よし、混乱しながらも頑張っとるよ。もうちょい。くう、猫に5番。毒が回り始めてる。よし、混乱解けた。うわー、効かない。くー、ふう、満タンの薬、毒はもうしょうがないとして、よし。いや、めっちゃデカなってきた。ダメージがめちゃくちゃデカなってきた。まずい。あかん、混乱が。ちょっと待って待って、回復します。毒ごと回復します。毒毒またやってくるだろうと思いますけど、大丈夫やった。混乱が治らない。よし、勝ったかな。よーし、終わった。厳しかった。よし、ほっほー、大したもんだよ。センキュー、あんたの勝ちだ。ジジイが目をつけるだけのことはある。もうこれ以上私が言うことはない。次の部屋に進みな。センキュー。さあ、最後、四天王最後の一人。普通の部屋になったな。お、ボスか、ラスボスか。怖え、すげえ怖え。何これ、ヴァンパイアチックなやつがおる。どれをっていうのはないな。そうか、君が勇者、俺は四天王の大将、ドラゴン使いの渡るだ。知ってるだろう、ドラゴンは聖なる伝説の生き物だ。捕まえるのが難しいけど、うまく育てりゃ強さは天下一品だ。体も丈夫だし、小手先の攻撃も無駄さ。さてと、そろそろ始めよう。それとも今から尻尾巻いて帰るかい。勇者、ドラゴン系。音がちょっと変わった。うわ、もうスーパーサイヤ人やん。渡る、ギャラドス、どこがドラゴンやねん。これ船やぞ、元船やぞ。そんなものは私の電気でおしまいなんだよ。こら、よし、ナイスキック、一匹倒した。白龍さん、ミニ龍のいいバージョンかな。なるかみ、これもでも基本水生生物なんじゃないの。あかん、効果は今一つ。破壊光線、やばっ。
やば、結構食らうけど、まあそこまででもない、十分やれる。ナイスキック。また白龍か。いいえ、とりあえず、もう技がねちょっと出せなくなってきてるんで、叩きつける攻撃、うわ食らうな。結構攻撃力は強いっすね本当に。ナイスいった。いやしかしちょっとキクが危ない、若干危ない。ここは満タンの薬で、もうカメックとかでは戦えんかもしれんな。すごい傷薬を使った。ムカつくなこいつ。よしやるじゃないか。赤い光線来る、これ結構食らいます。めっちゃ演出もいいっすね。すごいやんか、もうめちゃくちゃ食らうやんけ。やばい、白龍は動けない。あ、破壊光線1回やったら1ターン休みか。なるほど、プテラ変えましょうか。1回プテラ、プテラノドン、ほう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 、なるほど。カメック、吹雪を、こいつもか、やばいぞ。ワンパンあるでこれ。その代わり多分1ターン動けなくなるんですけど、うー危ねえ。よし、防御高くて助かった。カメック、もう一発耐えれますね。効いてるね。よし、効率がなった、バカが。よし、じっくり回復しようっと、次のあれに備えてね。うわうわうわ、めっちゃ回復された。やめろや。でも凍ってるからもう意味ないと思うね、回復しても。それよりも氷を直さないと。怪力、よし、オッケー、きっちり入れて、次はカメックレベルアップ。ハイドロポンプを覚えたい。ハイドロポンプめっちゃ良さそう。水系やな。怪力、そうか、怪力無理か。メガトンキック、波乗り吹雪、あーあー、メガトンキック。ハイドロポンプはいるでしょう。これ水の技でしょう絶対。海流を出そうとしている。海流はキック、うわ強そう。もうほんまにドラゴンやね。なんかファンタジーの世界に出てくるドラゴンですよ。ガチのやつですよ。竜と言っても水、効果今一つ。高速移動、素早さがぐーんと上がった。上げまくってくる。しかし菊丸のパンチが炸裂する。惜しい惜しい、倒せそう。あーやめてー。そう、素早い状態で急所に当たった。叩きつける攻撃、キックは耐えている。惜しいんだよ、もう倒せるんだ。カメック戻すか。これまたすごい傷薬使わされる、使われるかな。高速移動した。ハイドロポンプ食らいやがれー。5発しか打てない、これは強い。効果は今一つのようだ。はい、海流倒れて、渡るとの勝負に勝利。よし、悔しいが君のポケモンの腕は本物だ。やったぜ、ドラゴン軍団が負けるなんて信じられない。勇者、これからは君がポケモンリーグチャンピオンだと言いたいところだが、実は君はもう一人戦わなくてはならない。そのトレーナーの名前は知ってる、ラオやろ。ラオだ。彼は君よりも早く俺たち四天王に勝った。今や彼こそポケモンリーグ真のチャンピオンなのだ。知ってた知ってた、分かってた。よし、勝つよ、勝ちに行くよ。 PP エイダーを両方入れてこのまんま行きますぜ。満タンの薬入れて、キクに。開幕はピジョットで来ると思うからキク出しておきますね。そこからはもう自由に行こう。嫌がったー。よー勇者、勇者も来たか。
あ、嬉しいぜ。ライバルのお前が弱いと張り合いないからな。俺は図鑑集めながら完璧なポケモンを探した。いろんなタイプのポケモンに勝ちまくるようなコンビネーションを探した。そして今俺はポケモンリーグの頂点にいる。勇者、この意味がわかるか？わかった、教えてやる。この俺様が世界で一番強いってことなんだよ。きたー、ラストバトルでしょ、ついに。お、ちょっと見た目大人になったな。ラオウが勝負を仕掛けてきた。はい、知ってた、ピゾット知ってた。しかしレベルは高い。なるかみ。はい、まず最後が不思議花だということも分かってますし、もう出てくるやつは全部分かってるんで、多分ですけどね、大丈夫です大丈夫です。あ、風鈴ここに置いてるな。入れ替えません。風鈴だけがちょっとだけ怖いんです。これだけ怖いんで、ここきっちり落とせれば、あとは属性有利系でなんとかなるはず。リフレクター、打撃攻撃に強くなった。10万ボルト入れていく。ここを速攻で落としたい。よし、落とした。 OK、 次サイドン。はい、 OK です、変えます。曲かっこいいやん。怒っとる怒っとる。しかしね、レベル差あるんですよ。レベル差あるけどもね、ハイドロポンプ、あー外した。カメ君全然聞いてない。ハイドロポンプ入れていく。レベル差あるからワンパンは無理だと思いますが、よっしゃ、いった。よし、いいね、大興奮。ギャラドス、はい、交代します。キク、キク、ギャラドスに見せたって現実というものを。なるかみ、せい、入った。現実を見ろよ。よし、オッケー。ギャラドスは倒れた。そしてウィンディ、はい、交代します。カメック行こうぜ。よっしゃ、ハイドロポンプ、吠える攻撃、平気な顔をしている。ハイドロポンプが吹き出した。行く行く行く。よし、波乗り。うわ、突進来たよ。これだけは食らうぞ。よし、大丈夫、オッケー。死にかけとる死にかけとる。よし、よし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 、ここはいただきました。こういうウィンディみたいなマークがついてるポロシャツよく売ってるね、ビショップとかに。よし、倒した。さあ、不思議花ね。不思議花は燃やしにかかりたいので、ワンさんで燃やし尽くしてやるぜ。レベル差相当ありますが、炎の渦、光を吸収した。光を吸収、大文字。あ、ソーラービームか。これ結構強いやつですよ。強い技。クック効果は今一つ、バカめ。属性の勉強をしてなかったようですね。効果は抜群。効果は群抜。よっしゃー、終わったでしょう。よし、完璧。完璧すぎた。よーし、ラオウとの勝負に勝った。バカな、本当に終わったのか。全力をかけたのに負けた。せっかくポケモンリーグの頂点に立ったのに。よー、三日天下とはこのことよ。もう俺様の天下は終わりかよ。それね、それはないぜ。勇者は賞金として6400円。なぜなぜ負けてしまったんだ。俺の育て方間違ってなんかいないはずなのに。しょうがないぜ、お前がポケモンリーグ新チャンピオンだ。認めたくねえけど。いや、育て方良かったよ、良かったと思うけど、良かったと思うけどな。城島さん、俺間違ってたのかな。いや、間違ってはいいひんと思うで。でもまあ考えや。勇者、大木戸さんが来た。とうとう勝ったな、ポケモンリーグ制覇、心からおめでとう。初めてゼニガメをもらってポケモン図鑑集めに出かけた頃と比べるとたくましくなったな。いやいや、勇者は大人になった。ラオ、残念だ。お前が四天王に勝ったと聞いてここに飛んできたのに、ポケモンリーグについてみたらお前は負けとった。ラオよ、なぜ負けたのかわかるか。お前がポケモンたちへの信頼と愛情を忘れとるからだ。え？それではどんなに頑張ってもトップには立てんぞ。勇者、ポケモンリーグを制覇したのは一人の力ではないことをお前は分かっとるな。
勇者とポケモンの絶妙なコンビネーション、見事だったぞ。それでは勇者、私についてきなさい。エンディングだ。お、パソコン。ほん。おめでとう勇者。ここは歴代のポケモンリーグトレーナーの下で活躍したポケモンたちを永遠に記録して称えるフロアである。ポケモントレーナーはここに記録される喜びを殿堂入りと呼んでいる。勇者、お前は激しい戦いの末リーグチャンピオンとなった。ここに勇者の名前とポケモンたちを記録しよう。やったー、やったー、きたー。もう完全なる MVP、 菊丸殿堂入りおめでとう。そしてさあ、まあ主人公ですね、ちょっと見た目はブサイクですけども、カメック殿堂入りおめでとう。水タイプ。そして来ましたレイジ、ほとんど役に立ってませんが殿堂入りおめでとう。そして来ました鳩宗。まあ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 、これはまあ空を飛ぶ使いましたんで役に立ちました、殿堂入りおめでとう。いやこいつよ、よう頑張ってくれましたワンさん、殿堂入りおめでとう。かわいいね、やってくれたよ。そしてまあ役に立った、あなたも本当に役に立ちました。竹の殿堂入りおめでとう。やったね、いいコンビじゃないか、いいコンビネーションでしたよ。はい勇者、プレイ時間19時間10分、残ったお小遣い 7万円。ほほ、これいいポケモン使いになってきとる。7万円も持ってる。やったー、クリアー。さあ皆さんありがとうございます、本当に応援ありがとうございました。やったぜ。まあもうすいませんでしたね、本当に。まあ私のこだわりで、基本的にはこうね、何も見ず適当にゲームをするというのが、はい。でもね、そのおかげで楽しかった、本当に。いろいろまあ回り道も絶対してます。で技とかも、なんでこれ覚えさせないのとか、なんでこいつ使わないのとかね、もうね皆さんね、やきもきやきもきされたと思いますが、本当にやきもきされたと思いますが、まずはここまで何も言わずですね、見守っていただいたことにお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。はい、自分的にはクリアできると思っていたので、できてまず一安心してます。まあなぜかというとね、本当に途中もずっと言ってましたけど、このゲームすごく親切に作られてます。チュートリアルだけが終わったらもう二度と説明がないとか、そういう感じでもなくですね、段階段階でこう必要な情報をくれるし、それにそのやっぱり属性の対応っていうのも非常にまあ分かりやすいというか、もう見た目にも分かりやすい。火には水とかね、なんか飛行には雷とか、まあほんとそういうところも非常に分かりやすくて、でそれのおかげでやっぱ楽しくやれましたね。でレベル上げとかそういうのの、まあ、苦痛みたいのもほとんどなく、もうほとんどしてないですもんね。実際はちゃんと敵と戦っていったらレベルも上がるっていうシステムになってましたし、もう大満足でございます。本当に楽しいロープレイでした。はい、レトロゲームの中でも相当面白い部類に入ると思います。で何よりもやっぱりいいのが、そのクリアメンバーっていうのがきっと人それぞれ全然違うと思います。それに技も全然違うと思います。俺はこれを使ってたよなとか、私はこういう風な戦い方したよなとか、まあそれが可能だし、またそれが楽しいゲームですよね。ですので私は今回この6体で本当に楽しくやれました。特にまあ菊丸がやっぱり一番活躍してくれて、私的には一番見た目も好きでしたし、はい、もう大満足でございます。はい、ということで、ポケットモンスター赤ですね、初代ポケモンの実況ここで終わりたいと思います。ポケモン本当気に入ったので、またポケモンシリーズ、時系列ごとにやっていこうかなとは思ってるんですが、まあいろんなゲーム積もってますんで、いろいろ消化しながらまたやっていきたいと思います。ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。ではまた別のゲームでお会いしましょう。皆さんありがとうございました。